大崎電気工業株式会社は、東京都品川区に本社を置く計測制御機器の大手メーカーである。東証一部上場。電力量計を主力製品とする日本の計測制御機器メーカーの一社である。国内の電力量計を取り扱う同業他社には、東港東芝メーターシステムズ、三菱電機、富士電機メーター、北海道景気工業、東北景気工業、 中部世紀、北陸景気工業、四国計測工業、中国景気工業、先港エンジニアリング、旧電テクノシステムズ、沖縄電気工業があり、大崎電気工業はこの業界で1位に位置している。西澤広介の個人会社であった、工業製作所が景気用変世紀メーカーの大崎工業を、九州合併して設立した会社である。工業製作所の名称が、 工業製作所と誤認されやすいことから、九州合併された大崎工業の名称を引き継ぎ、大崎電気工業とした。なお、当初は大崎電気工業の案もあったが、同盟の企業がすでに存在していたため、現社名となった。国内グループ会社9社並びに、海外グループ会社2社を参家に持つ。1960年に創設したハンドボール部は、大崎アサルの名で知られ、 日本代表選手を多く輩出し、宮崎大輔や長島秀明など著名な選手が現在も所属している。大きく分けて3つの事業領域を持ち、それぞれ、計測制御機器事業、FPD 関連装置事業、不動産事業である。主力は、計測制御機器事業であり、とりわけ電力量刑が主力製品。スマートグリッド、スマートシティの認知度が上がるとともに、 国内での電力不足なども手伝ってスマートメーターと呼ばれる電力量経への注目が高まっている。同社はすでに関西電力、九州電力向きにスマートメーターを納品していると共に東京電力のフィールド試験用にもスマートメーターを供給している。計測制御機器事業では電力量計以外にも電流制限機、景気用変成機、タイムスイッチ、 デマンドコントロール装置、集中自動検診装置、配電線負荷集中制御装置、光通信関連装置、配、分電盤、検診システム機器、景気サービス事業なども手掛ける。FPD 関連装置事業は、子会社である大崎エンジニアリングが手掛けており、液晶モジュール実装や、半導体チップダイレクトボンディングの技術をベースに、様々な製造装置の製造、 販売を行っている。不動産事業は所有している。不動産の賃貸業務、駐車場や賃貸マンションなどを取り扱う。1960年当時社長であった渡辺和美は高松宮信人新王の随行員として各種スポーツ大会を観戦する機会に恵まれていた。高松宮信人新王はハンドボールとの縁が深く、 渡辺和美もハンドボールの話を売りに触れて、聞かされていた。会社組織が整ってくるに従い、福利厚生面の充実を検討している中、高松の宮の助言もあって、ハンドボール部創設へと踏み出すこととなった。創設された男子ハンドボール部は、初出場の東京都民大会にて初優勝を飾り、決勝戦には、多くの社員が駆けつけ大声援を送った。 ダークホースの登場にハンドボール協会や大学の関係者は一様に協談し、高校の指導者からのお祝いや入社案内についての問い合わせが殺到した。なお、優勝を記念して渡辺和美より贈呈されたユニフォームが全身赤色だったことから赤い軍団と称され、当時の日本スポーツ界に大きな話題を提供した。ありがとうございます。